ワシントン DC での縦列駐車外部からの誘導を得ながらの縦列駐車縦列駐車のアニメーション縦列駐車は一列に並んで駐車してある他の車両と車両の間にさらに車両を駐車する手法である自動車は遠赤と平行に一列となり車同士で前バンパーと後バンパーが向き合うこととなる列駐車を行うには まず止める位置を少し通り過ぎてから、バックで止める位置に入れていくこととなる。うまく入らなかった場合、切り返しで調節することもある。前後に並んだ2台の車の間に前進で駐車しようとする場合、間の空きスペースが車の長さの約3倍必要となる。一方、バックで重列駐車を行うと、車の長さの約1.5倍のスペースがあれば駐車することができる。 縦列駐車の手順はハンドルをどのように回すかで大きく2つに分けられる。慣れている人の場合、バックしながらハンドルを左に切り続け、途中で右に切っていくことで縦列駐車させることができる場合もある。初心者や大きい車でこのようにやると前後にぶつける、あるいは道路の端に寄り切らないなど失敗することもある。そのような場合、 一旦隙間に入るのに適当な角度をつけてから、ハンドルをまっすぐに戻し、駐車スペースにある程度入れてからハンドルを右に切る、というような手順も存在する。この場合、ハンドルの位置は左右の目一杯とまっすぐしか使わないので、ずっと回し続ける、より操作としてはやりやすくなる。2009年に、ルール大学防府で行われた調査によれば、 性別によって注射がうまくいくか違う傾向にあるかもしれないとされた。その調査では女性が重列注射を行うと平均して男性より20秒時間がかかり、そしてうまく入る確率も男性より低かったという。21世紀に入り、車に取り付けたセンサーやコンピュータを駆使し、自動で重列注射を行う車も市販されている。 公的に路上への駐車を認める区間では、その分車線あるいは路肩に相応のスペースが取ってある。また、自動車が多く駐車場が不足しがちな都市部では、規制されているにもかかわらず、道路へ縦列駐車が行われることもある。道路上への駐車を認めている場合も、道路が混雑するラッシュアワーには車線を開けるために駐車できないことがある。また、 一台ごとに区画線が引いてあるパーキングメーターによって料金を徴収しているところもあれば小さい車であれ集めて止められるように区画線がなく料金はパーキングチケットで管理するところもある路上に列駐車された車両は車線を塞いでしまうだけでなく資角を増やし隙間から出てくる歩行者重列駐車に出入りする車 開くドアなどに備えて減速することとなり、交通容量を低下させてしまうこととなる。ありがとうございます。